ペンテコステの日ですね。いつも下られたの日です。イエス様が十字架にかかわられて死んでよみがえって復活してその後に手に登られて、聖霊様が下られました。そ死んで、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  たくさんの神学書の中で、この聖霊が下られたときに、この教会がスタートした、この教会というものは聖霊なしには存在しないものだというふうに書かれていますすす今今日日日こののののペンテテコステの日にででね今日お話しするのは神の家族についてです。 And today, on this day of 本当に神様がそういったふうにも働いているんじゃないかなと思います。今日、神の家族、神の家についてお話ししますけども、so、family, s <S で今日、あのオンラインで見ている方の中に、いや、でも私、クリスチャンじゃないからあんま興味ないかもとか思わないでください。 神様の家は誰でもウェルカムな場所なんです。で、ね、神様が、ね、天のお父さんが、えー、私たちを誰でも迎え入れたい、招いているからです。で、今日、天のお父さん、神様があなたのことをこの神の家族に招いています。 もしかしたらですね、今日こうやって、えー、オンラインで見てる人の中には、えー、教会何回か来たことある、ね、聖書も読んだことあるけど、まあ、なんかちょっとよく分かんないなっていう人もいるかもしれない。People, times, それでも、なんだかんだで、で今日。 見ている人ね。なんか友達に誘われたからかもしれない。誰かと友達と一緒に見てるかもしれない。でもそうやって見てるという方は神様のこと、興味があるんだと思います。神の家族に興味があるんだと思います。で、今日この聖書の言葉を、えー、聞いたときにね。何か少しでも神様のことがえわ、ー、かるようにそれが伝わるようにお祈りします。 そして、so is, um, that, um, 少しでも神様のことが分かったならば、その少しでいいんです。それで、あの一つの今日、えー、決断をしていただきたいと思うんです。 今日のこのこメッセージの最後にまたお招きしますけどもその中でこの少し分かった完成書の言葉からこの神様を信じるか信じないかこの神の家族に入るか入らないかそれをちょっと考えてほしいんです。 なので今日この、えー、聖書の言葉を聞くときにです、ね、その材料の一つだと思って、えー、今日一緒に聞いてくれたら嬉しいです。なので、えー、今日、ヒ、えーズコールのメンバーもそうでない方もですね今日一緒に、えー、この礼拝の中でね、えー、この神の家で共に神様を礼拝したいと思います。 And so for his call members and for anyone else who's joining us today, um, let's worship God together as we go through this message. The Heavenly Father has welcomed each one of you here today. Welcome home. God, our, our God is saying, "Welcome home to you today. That is the title of our message. 先ほど言いました、この、えー、メッセージはですね、えー、と神の家族についての話なんですけども As I mentioned 今ですね、さっき目先も言ってくれました、えー、このこ趣味が言ってくれな、ねえー、と人生を導く5つの目的、ね、この本に沿ってあのメッセージをしていってます。As mentioned earlier, 先々週で,です、ね、あの5つの目的のうちの第1の目的がやっと終わりました。Life. この神様に、神の喜びとなるために作られたという目的だったんですけども、本当に大切な土台なので、もっと知りたい、もっと知る必要があるな、そういう人はぜひそこにとどまってください。 This is a very important foundation, so if you feel you didn't quite get it or you want to learn more, please stay there for a while. From today, we will be starting the next purpose, which is we were created to be a part of God's family. これをです、ね、7回に、ね、わたって、まあ、ゲストの人も挟んだりしますけども、7回にわたって、えー、話していきます。私は、um, 本当に7回、えー、もう本当にじっくり噛み、えー、砕きながら味わって、えー、これを見言葉をですね、えーっと、味わうんですけども。でも7回もですね、 まあ、同じような内容ですよね、しかも結構クリスチャンにとってはあのもう聞いたことのあるようなすごい基礎的な話です。And, but you know, if 7回も聞いたら、ね、もう最後の方にはもう,もう聞いた、もう分かった、うんうんってなってくる。Maybe towards the seventh message, でも本当にこの5つの目的の本は結構そういう内容が多いです。もう知ってるよっていうような言いたくなってくるでもですね、パウロがコリントの手紙の中ですね、このように言っています。 何か知っていると思うなら、その人は知るべき,ことの知るべきほどのことをまだ知らないんだと。知っていると思っているなら、まだまだ知らないってことだねってことですね。実際に、ね、もし自分が十分理解している、そう思っているならば、 そういう人は本当にじゃあ今度はまだそれを分からない人にどうやって助けてあげようかそういうことを考えてみてください。And so、if まだこの御言葉ばを、ね、頭じゃ分かってるでもそれが体験できていないんだそういう人のと,きところに行ってどうやったらそれが体験できるか一緒に祈ってそれを助けてあげるんです。 If you know someone who maybe knows the scripture but is not experiencing the fullness of what it means, please go to them, uh, pray for them, help them to truly experience it. I believe that you can spend time in prayer asking God to help you to help other people. そういういことをそれを神の家族、互いにそのように支え合って、助け合って、愛し合うことができますそしてまだ、えー、その福音を、ね、この御言葉ばの福音をです、ね、まだ知らない人のところに届けに行く、携えてそれを伝える、その使命も私には与えられています。 それこそが私たち、ヒーズコールチャーチに与えられているイエスの弟子を育てるというビジョンなんです。皆さん、メンですかアーメン,アーメン、えー、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、今日の。 み、えー、言葉を一緒にお読みしたいと思います。大、so right、ハネの手紙3章1節をお読みします。Read John chapter verse 私たちが神の子供と呼ばれるために、みがどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。ヨガは私たちを知らないのはみを知らないからです。 See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Let me pray Heavenly Father: Would you help us to know just how much you love us today? 天の父の愛がどれほど大きなものか私は知ることができますように。私たちがどれほどあなたの子供であって。どれ,ど,どれほどあなた私がどれほど私のお父さんであるか知ることができますように。そして、その上で私がどのように互いに愛し合う兄弟姉妹なのか、神の家族なのか知ることができますように。 And help us to know how we can then love one another as siblings in your family. In the name of Jesus I pray. Amen. Amen. So this is the verse that God has given us today. It's that we were made children of God. 愛すべき息子、娘とされました。あめですか、皆さんアメンで。本当に自分が神様にとって愛されている子供なんだっていうその実感、その確信ありますかいやでもなんか、養子じゃんみたいな、思ってませんか イエス様の次ぐらいのかな3番目かな ?5 番目かな <Maybe S 2> 下,から下,下から数えた方が早いかなとか。Maybe なこののののののの神様との親子関係っていうのは私の肉のね肉ね 両親との関係が、えー、やはり影響してきます私ももちろん誰かの子でありますし、今はですね、えーと、親でもあります。なのでよくわかるのは、完璧な親なんてこの世には存在しないということです。 失敗しない子育てというのは存在しないというのもよくわかります。なので、私は聖書の言葉によって、神様が与えている本物の親子関係をこれを知る必要があるんです。それに聖書によって私が本物の神の子なんだということの意味がよくわかります。

ね、いろんな、えー、すごい大事なポイントがこの中には隠されていますけれども、ね、まず一つ、ね、ここに言えるのは神様私たちを子供とする計画を初めから持っていたということです、so verse, ね、私たちはそれは、ね、アダムとイーブから始まる、ね、罪の中に生まれた神を知らない罪の子でした。 でもそこから神様,の神様に義と認められた、えー、つまり神様に受け入れられる神のことするそのような計画なんです。Jesus, それはあなたが生まれるずっと前から神様計画していました。まず まず大前提、神様は神様があなたを作られました。天地を作った創造主はあなたを作って思い描いたんです。神様があなたのことを思った瞬間に、この子のこと大好きでたまらないそう思ってあなたを生んだんです。 私の愛する子だそう言って作られました。でも私は罪の中にいました。でも私は罪の o にいでも私は罪の中にいました。でも私は罪の中にいました。でイエス神様を知らないでいました。神様から離れていたんです。でもイエス様神の、神である神の子が私たちの代わりに十字架にかかりました。 私の代わりに罪を背負って死ぬことで私の罪が帳消しにされたんです cross, そして聖書にはイエスは3日目によみがえられたと書いてありますまたですねこのイースターの箇所でも読みましたけどローマの6章4節にはですね私たちはイエス様の復活によって新しい命を 与えられたと書いているんです。イエス様が死んでよみがえった、それによって私たちも新しく生まれ変わったんです。でこれは私、神様の子として、罪の中からいた罪の子だったのが神様の子として生まれ変わった、生まれ直したと言ってもいい。 だから私は、イエス様の十字架の死と復活によって神様の子として生まれ直したんです。 そこまでしてあなたを自分の子供としたいそう思ったんです。そこまで御心してあなたを自分のところにそうってとです。そのように書いてある通りですね。ねあなたを願たったんです。そこまでしてあなたを、ね、自分の子供としたいと言ったんで 選ぶことはでできないです humans, kind of、ね、今、えーとえまあ、多分画面からも見えると思いますけど、私の妻、ちょっとお腹が出ておりますけども、昨日いっぱい食べた食べ放題とあったわけじゃないです。 えっとお腹の中にいますけども。はいそう、本当に感謝ですね。でもね、この子の性別を私たちは選ぶことできないです。えー、また1歳半の、ね、息子がいますけども。で、彼がこの子が生まれる前に知ってたら。 まあもちろん産みます。知ってたら,知ってたらもう喜んで産みますけども。たぶん、でも、ジュリアはちょっとうとます。でも、ジュちょっと待ってって言うと思います。でも、ジュリアはちょっと待ってってうと思います。ちょっと待ってって言うと思います。Maybe, say, このめちゃくちゃエネルギッシュなもう犬で言ったら毎日1時間以上お散歩しないといけないぐらいの疲れる犬。Walk every day. ちょっと待ってって。 そうだね,ね、うん、もうはい、産みますってなると思う <laughs>、ね、覚悟がいます、ね、本当にでも神様はですね、えー、あなたのことを見たとき、ね、自分にとって一番大切なもの、一番高価なもの、一番愛しているものを。 いとずあなたのためだったらもう構うことなく犠牲にされたんです。God, exactly you, ね、パウロが言ってるようにそれがどんなにか素晴らしい愛があなたに与えられているのか今日一緒に考えましょう。So to together, said, ね、天のお父さんにどれほど愛されているのか。 私はどれほど神様の子供であるのか、今日この見言葉から受け取りたいです。でもこ、これってすごく考えても頭で考えてもなかなか分かりづらいことだと思います。 私たちは聖、ね、霊のある神様によってそれを知ることができると聖書には書いてあります。But through t ローマの8章 15, 章あ8章15節16節にこのようにあります。8, 16, あなた方は人を再び恐怖に陥る奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私はアバチシと呼びます。御霊ご自身が 私たちの霊とともに私たちしして,て今私たちの心に語ってくださっている神様によって 神様がどどれほど私たちのお父ななののののかかかかか知るるこことととがでできまますすれはももう何か決まり事だだらとか誰かの真似をするのでもなくてただ自分と神様の関係にとって一番自然な呼び方なんです。 神様のことを心からお父さんそう呼ぶことができるんです。そして、今日本当にこの神様のことを心からお父さんですね。ねこれをまだ知らない方これをまき体験して、いない方本当に一緒に祈りまです。しょこ聖霊様によっらこして、今日神様のことを心からお父さんと呼べるそしの御様が与えられて、神様のことをるんうに今日一緒にお祈と呼るそしたいのと思いまるす。今日ことす。のことを呼ぶこのことす。

なので皆さん、このお父さんの家にようこそ、ウェルカムホーム。さて、私は、ね、このようにして神様のことをされたんです。そして、この神様は天地を作った創造主の神です。なので、この世のすべてを所有し支配しておられます。 して私は、子供として、天のお父さんの、すべてのものを受け継ぐものとされました。God, we 私たちは、子供として、神の子として、与えられているものがあるんです。私は、子もえられてもですね。ね これを資産とか相続財産とかそういうふうに書いてあります。聖書の御言葉、第一ペテロの一章四節を読みします。Peter, また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を月業にしてくださいました。<It S 2> これはあなた方のために天に蓄えられています。 素晴らしい資産ですね,、right? ね。もうビットコインのように上がったり下がったりしないんです。It イーロン・マスクの一言で価値が変わってしまうようなそんな資産ではないんです。でもこの資産、どんなものだと皆さん思いますか 何,でしょう何か金銀財宝でしょうかえ何かこ,うこの世のすべての祝福なんでしょうかそれはあれは何か何でもできるようになる力、能力のことでしょうかあるいは自分がずっと憧れていたこれをやってみたいんだ、この役目なのでしょうか Always wanted to fulfill? もちろん、この資産、神様から受け継ぐものの中に、祝福や賜物や名詞といったものが含まれていると思います。Course, in God, blessing, calling, でも、私たちが神様に与えられている祝福の中で最も素晴らしい祝福とは何でしょうか それはお金や経済、豊かさではなく救いですで。神様が私たちに与えている最も素晴らしい賜物とは何でしょうかでそれは何かの能力ではないんです。救いです。 また私に与えられている最も素晴らしい飯とは何でしょうかそれ何かの役目ではないんです。A, a certain, uh, それは救いです。で、ね、神の御国に飯シ入れられた、ね。神の子としての飯なんです。 エペソの一章十八節にはこのように書いてありますあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望みがどのようなものか生徒たちが受け継ぐべきものがどれほど栄光に富んだものかあなた方が知るようになるように It says that having the eyes of your hearts enlightened that you may know what is the hope to which he has called you and what are the riches of his glorious inheritance in the s a m e

And this 救われたとは神様に呼ばれて、招かれて、天の御国に神の家族の中に迎え入れられたこの飯なんです。S <S そして、召された者として、共に飯にふさわしく歩む、それが私、神の家族です。 And then we were called to walk in a way that is worthy of being children of God. And this is what it means to be the family of God. As Christians, it's often very easy for us to read about gifts and blessings and calling in the Bible and to forget about the gift of our salvation. 救いより先にお金とか物質的な豊かさとか能力とか役割をまず先に考えてしまうのであればまだ決して何も満足することはないでしょう。なぜなら救いは神様がこの世を作った神様が 私たちに与えることができる最も価値のあるものだからです。これより優れたものはこの世にはこの世にもあの世にもありません。In, これより栄光に富んだものは過去にもこの先にもありません。 私たち神の子に与えられた最も高価な賜物宝物贈り物それは神の子、イエス・キリスト、その十字架なんです。So gift, um, 神様、あなたに多くのものを与える力を持っているし、それを与えたいと願っています。 私たち神の子としてすでに神様が与えることができる最も良いもの、最も価値のものをすでに受け取っています。Children, これが私たち神の子に与えられた財産なんです。皆さん受け取って子に与え アーメンですか <Amen> で本当に私、イエス様の十字架によって神様のことされました、so cross, we。何者にも変えがたい、素晴らしい財産が与えられています。なので私はで、一つのお父さんのもとで一つの家族です。So、God, で天のお父さんといったときに、まあ、いろんな。 お父さんぞ、父親ぞが皆さんあるように。神の家族といったときも、それぞれの家族観というものがあると思います。なので私は神の家族として、どのようにこの神の家で過ごすのか、また外に出て行ったときにどのように過ごすのか、聖書から学ぶ必要があります。 まずは、えー、家族同士で私はどのように、えー、接するべきなのか、えー、聖書にはこのように書いています。So、first, のににいいましたヨハネの福音書13章私はあなた方に新しい戒めを与えます互いに 愛し合いいなさ私がああああなななななたたたた方方方を愛愛愛ししよようににににも互互いいいい合さの間ががるらそれって私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。In 13, it says, a new 私神の家族として 互いいにに愛し合うようよイエス様が言っています、so、is, God, すごくシンプルですね。まあでも時に家族こそが一番愛するのが難しい相手になることもあります。Know, この教会の中でも同じね神の家族で一緒の教会に通っている毎週。 でも時に相手に無関心になることもできてしまうんです。でも、um, ね、時に相手に無関心 e なることもできてしまうんです。でも、時に相心なもで時に相手に無関心になることもできてしまうんです。で、え、も、ー、時に自分の気持ちが強人が例えばいたとして。So example, really、教会を引っ越して、教会探しに来ましたっていうクリスチャンには意外となんかちょっと。 でも私たちが神の家族として互いに愛し合わないなら誰がこの家族に入りたいと思うでしょうかでも私たちが互いに愛し合わないなら誰がこの家族に入りたいと思うでしょうか

And this is the calling we have been given is to share this gospel of love. As Jesus said, by this all will know that you are my disciples. And so it, that means it doesn't end with just us loving one another every week. 互いに愛し合った時そこから福音が発信されていきます。私たちはそもそも恵みによって一方的なプレゼントとして神様に、えー、救われたんです。私は神様がどれほど愛しておられるのか、どれほど愛されているのか知っています。 この神の子としての愛神様は多くの人にそれを注いでいます。でもこれを注がれていながらこの神の家にまだ帰ってきていない神の子が日本には99%もいるんです。Yet know the love of God. 私は神の家族としてこの新しい 子たちを迎え入れるその使命が与えられています。And so, as the family of God, 私は、ね、神の同じように愛された子として、ね、天のお父さんがこの子たちを愛するその愛を共有しているんです。As people 聖書にこのように書いてあります。えー、マタイの28八章。あなた方は一定あらゆる国の人々を弟子としなさい。父子、精霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 it says, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the father and the son and the holy spirit, teaching them to observe all that i commanded you. and behold, i'm with you always to the end of the age. それが私、神の家族なんですで。ここにも聖書に書いてありますね。言って、バプテスマを授けなさいと聖書に書いてあります。洗礼のことですね。この洗礼というものは、でイエス様がを信じた人は、 イエス様が十字架の上で死んでよみがえったと同じように私も自分の罪に古い自分に死んで新しい神の子として生まれ直しますそういう宣言そういう表明なんですなので洗礼を受けますでそれは神の家族に

many different things we talked about today but I hope you could get um, at least a picture of what it means to be a child of God. Maybe if you've been to church a few times you can understand a little bit more about what it means to join this family. 神の子として 生きるというのは多くの変化が伴いますね。And very true that, um, joining でも、新しい家、新しい家族、新しい命、もう新しいものづくしです。今までこれが愛だと思っていた、それが、ね、イエス様の新しい愛し方に 変わるる、ね、それにに生きるようになる before,、ね、あるよ、今までこれが正しいことだと、思ってきた。でも、ね、新しい、ね、神の正しさに生きるようになる、right do, ね。これは簡単じゃないし、また時間がかかることだと思います。 また本当に教会に行っているすべての人、クリスチャンの人、すべての人、みんな学んでいる最中なんです。でも神様がそのプロセスを導いてくださいます。今日、今まで何回か教会に来て、聖書を読んで、イエス様のことを分かったり分かんなかったりとか、納得いったりいかなかったり。 その中でこの神の家族のお客さんでずっと来てた人にお一つ聞きたいです。今日この天のお父さんの家にこの家族に迎え入れられたいですか でこの神のことして生まれ直したいですか、like、で今日、戦略受けたいでそういう決心を神様に不思議なことに与えられているそ,のそういう人いますか Are there any of you who,、um, by the moving of the Holy Spirit, you want to get baptized? 神様、今日、あなたのことを招いています。God is calling you today. 私はみんな 神様の愛する子です。最もこの世で最あ価値のあエたの愛する子です。あなたはあな神の家族として互いに愛する子です。あま,また新しい神の子を迎え入れるこの愛を共有する子です。 And so, as God's children today, I would like to pray together. And so, wherever you are on the other side of the screen, if you would close your eyes with us and turn your heart towards God. またちに聞きたいです。この神の家族の中にいる人たちに聞きたいです o o a y 本当に神の天のお父さん、そういうふうに呼ぶもんだというのは知っていたけども、ああ。でも何かそのそ意味がわからなかった。 お父さんに愛されている、今年愛されている、その意味が分かっていなかった。You あるいはこの神様に与えられている最高の宝物である、最も価値のある宝物である、でこの救いの価値を分かっていなかった。そういう人いますか Um, if you today, ね、今日、ね、今までいろんな価値観がねやや世の中から教えられてきたと思います。と you know,、um, ね、とはこういういものだとか parents,、um, ね、子供

これを受け取りたたい,いう人ぜひ一緒に手をいげて、くださにい And if that's に o u t o d a て、would you r い i s e y あなたのためにお h e しま v e r you are? お言いあなたのためにお祈りします。て、like、あなたのためにお父さんと心から呼びまして、あ、um, なたのお会いしまして、あなたのためお会いしまして、のおいしまあなたのお父さんましのたいしまなたのお会いしのお会さんまして、なのたおのお父さんお母さんからとの関係で。

ねこの祝福をねこの賜物この飯のくださいと違うものばのりを求めていたことを許してくださいの卵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 の世で最も価値のある賜物賜物であり祝福であり飯であるこの救いを感謝しますののののの あなた、救い主であるイエス様、あなたを賛美します。So, Father, イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。Jesus, アーメンもう一つ、えー、質問したいでで、そのままぜひ神様に心を向けてください。一緒に祈りましょう。 私はこメッセージの間に何回か聞いています。けれども、ね、今日このメッセージをオンンラインで聞いていて、えー、でもまだお、ね、受けたことを、ね、まあ神様のことよくわからること様のことを信じたことがない。そういう人に聞きたいています。But あなたはこのイエスキースを信じますか Would you like to believe in Jesus?、ね、would you believe that you have such a great value to God that He would give His most precious thing for you? 与えられて新しく歩むことを今日決断しますか ?Would you like to decide to receive this gift from God and walk in a new life today? 今日私信じます。ね、今日私あるいは、ね、この新しく神の家族に入って、ね、新しく、ね、洗礼を受けたいです。でそういう人いますかそういう人いたら今手を挙げてあるいは、ね、チャットでもいいです。えー、でもそこに一言信じます。 洗今日、あなたのためにの一言お祈りします。I'd like to pray for you now.Jesus. 今日、あなたの救いを本当に感謝します。今日あなたを。 信じるこの信仰を与えてくださったこと感謝します。今まで罪の中にいました。でも、イエス様、あなたによって今日、新しく生まれ変わることできること感謝します。Thank you that I can be born again and leave my life of sin.Thank you for forgiving my sin. そしてまた

皆様に大きな拍手しましょう。はい今日もオンラインサービスに来てくれてありがとうございます。もししし本当にに今日ここののののメッセージをの時間のを通通ててああるるいいいいいはは時間友達ででですすすねね洗礼受けたたそういう人がいたらです、ね、ぜひ自分の友達にあるいは とチャットトですね一、えー、一言言受けたいいい、えー、そういう一言コメントくださこの神の家族が、えー、あなたのところに、えー、っとまた、えー、連絡してです、ねえー、その歩みを助けたいと思います。You ありがとうございます。<Thank you. S 1> はいそれでは最後ですね。